はあの与野公園とかの郊外行ったから。うん。そうね。して実は一番工程作ってあるのはそういう人たちがなんだこれ意味が分からん面白いと思うよ、うん、だからいろいろ知ってる人だけど、うん、まだ知らないことを知りたいっていう人たちの快楽を生み出す、うん、結果的に一般からしてみると何がおもろいねってなるけど、だから逆に言うと何がおもろいねって言われてるうちは一応方向性として合ってるんだと思ってるからそのままやってる。まあそういうね、うん、いると思うよ。昔が好きな、うん、前も迷ってるパターンか、これ。あ、これマスクリーン。いや、前の車が偉い。すごく確認しながら。っていうあの大阪のラーメン屋も僕たちのスバルみたいな。そう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 。カムクラ行ったことないな、そういや。愛知県にもまだ1店舗ぐらいあるかな。一時期関東にも進出してたよね。うん。うん、なんか名古屋ドームのイオンは、うん、1回も撤退したんだけど、それにまた撤退した。へえ。今両方から撤退しちゃって、愛知県にもまだあるのかなって。つまり最初食べた時は、うん、微妙かなと思ったけど、2回目食べたら、ああ、こういうのがあって、味での良さもあるよ。ちょっと天下に近い感じなのかな。まあまあパンチがないなと思ったけど、うん、あ、これはこれ大丈夫だなと思った。で、あれだよね、なんてね、野菜炒めみたいなのがこう上に乗っとる感じやもんな、うん、ああいうところも大変だ。こんな感じ。ちなみに今から行っても9時着くから、9時前に着くからね。途中に寄れるお店ありそうかいこれ。ないね、うん、山しかないよ。足もあった。映してねえんだった。前顔を、うん。まあ、この横からちらっと見える景色でさせてくださいと。うん。ああ、空気うめえ。Google マップで見ながらどこの神社行こうかなっていう。なんかいいとこあった？いいとこってか、ちょっとそんなとこあるなみたいな。いやそんな知ってるところ多分地元だもんだって。やっぱ佐渡とか椿とか。佐渡椿さんやわな、やっぱポッと出てると。まあ諏訪神社とかもあるやんけど。あげく結局今年どこ行ったんで報告神社行ったし俺。中村公園。愛知県の。中村公園だと。あそこ行ったことないな。あそこも混むけどね。うん、初めて見てでも楽しいね。ここは走ったことないよ。もうちょっとあの163にぶつかる。はい。青山やからもっと奥やわな、これで。あとまだ28キロぐらい。まあ言うて距離あるな。くね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 してる。
るからね、あの、うん、左で。あそこは左なんだ。その、すごい。あそこ左ね。うん、ここで、ナビないとわかんねえな、これ。はい。まっすぐ行くとこと、あの、上の水方面。あー、そっかそっかそっか。あ、そっか、もう完全に伊賀には入ってんだ、うん、何だ、あ、そうか、あまりここ向かったらサルビナの方行くんだ。ああ、そうだ、これ一徳さんだもんね。うん、そっかそっかそっか。はあ、平田だ。平田、いや、平田ってなんだろうね。ああ、本当だ。鈴鹿の方とかスカイトルだ、平田は。ないだろうね、この感じ。あ、まあ、あの、青山近鉄線越えるときに何かあるかもしれないけど、ないな、でもないね。だって西青山のあたりやもんな。そうね、今ここから行ってどこあるかな。そっからずっとさらに山の奥に下ってるとこだもんね。だって名勝線と西青山駅の間くらいだろ。そうね、ざっくりと言うと、うん、まあ、ほぼ名勝線よりやる、うん、10時オープンだもんね、うん、さあ大変だよ。だね、すごいね、これ多分コンビニ行くの車でも相当しんどそうな、うん、スーパーでもありゃまだいいんだけど、スーパーもないもんな、この感じ。まあこの辺だったらまだいい、東街には出やすいけど、このまま真っすぐ行ったら名阪国道にぶち当たるもんな。なあ、ぶち当たらんか。名阪にはもう当たらない。当たらないか。うん、そうやな、名阪にぶち当たるんやったら、その先のインターで下ろしてくれって。なんか入れちゃうっていうのも嫌いけどな、あっち行ったらコンビニぐらいはあるはずだから、あ、これ友のインターの方に入れるんや、分かってると、マスク行きやな、くしろだ、あ、くしろじゃない、こうしろか、うん、くーって読んじゃうな、あれ、あれ、何の字だ、ほふる、
こもるとか、あの辺りの地なのかな、地平に来るって。スクールバス停留所。あ、そういうことか。小学校行くのにもう、スクールバスでねえと遠すぎるから。そうだね、この辺結構東海道とか多いからね。そうなるわな。